ノイ・エンシュタインの教会入り口の方遠堂駅墓所を示す名番。中央の縦型の中に方遠堂駅の紋章が彫られている。方遠堂駅はかつてドイツ・フランケン地方を治めた貴族一門。加盟はおそらくウッフェンハイム近郊のホーラッハ城にちなんだものと推測される。方遠堂駅の本来の支配地域はコッハー川、タウバー川、 ヤクストカー沿いの警告であった。1234年にランゲンブルク、1250年にエーリンゲンを獲得、さらに後にはバルデンブルクやノイエンシュタインをも獲得した。13世紀から15世紀にかけて一度も分家し、ビュールツブルグやアンスバッハの司教など有力者の領地に接し、またドイツ騎士団への寄贈を行いながらも、法遠道へは、 固有の格好とした領土を形成していた。法円堂へ家の紋章の図柄は上下に配置された二頭のゆったりと歩む表で勇敢さと強さを表現している。また、法円堂へ家のモットーはエクスフラミスオリアであった。愛らしきバイカースハイム城は法円堂へ家ゆかりの名城である。古い文書では法円堂へ家を帝国の地方貴族の家柄と記している。 897年頃に実在したクラフトツー2法圓道営が具体的に最も古い法圓道営家の人物であろう。彼にはエレンストゥス、ウォルフガングス、アドルフス、クラートという4人の息子がいた。この最後の人物が皇帝ハインリヒ一世のハンガリーとの戦いにおいて皇帝を助けカモンを継承した。その息子のヘルマヌスはフランケンコを ハインリヒの未亡人で皇帝コンラート2世の母親にあたる女性と結婚した。彼らの孫のジークフリートがバイカースハイム周辺地域を本拠とするホーエンド道エけの子祖となった。ハインリヒ1世がホーエンド道エけで初めて白として記録された人物である。1230年にはその孫にあたるゴッドフリートとコンラートが皇帝フリードリヒ2世を補佐し、 ホーエンドウエホーエンドーエカ及びホーエンド道エブラウネック家を創設した。加盟はそれぞれが移居した城にちなんでいる。校舎は1390年に断絶し、その所領は後にブランデンブルク返境伯領に編入された。一方、前者はいくつかの分流に分割されていった。そのうちホーエンド道エバイカースハイ向けとホーエンド方園フェンハイ向けがその主なものである。 クラフト一世を始祖とする、ホーエンドウへバイカースハイム家は、さらにいつかに分家してゆくが、ゲオルクが1551年に亡くなると、その息子たちにより、法遠道へのエンシュタイン家と、ホーエンドウへバルデンブルク家が創設され、重きをなした。アルブレヒト一世を始祖とする、ホーエンドウエ・フェンハイム家は、1412年に断絶し、その所領は、コインにより、タケのものとなった。 存続したのは、1551年に創設された、法遠道へのイエンシュタイン家と、法遠道エバルデンブルク家をその源流とする一門であった。前者は、プロテスタント、後者は、ローマカトリックを信仰する家門であった。法遠道へのイエンシュタイン家は、本家は1805年に断絶し、三つの文家がそれ、以後も存続した。ランゲンブルク家、インゲルフィンゲン家、 キルヒベルク系である。キルヒベルクの家系は1861年に断絶したが、ホーエンドエランゲンブルク家及び、ホーエンドエインゲルフィンゲン家は、現在も存続している。後者は、ホーエンドエインゲルフィンゲン家及び、ホーエンドエイリンゲン家が融合したものである。一方、カトリック系のホーエンドエバルゲンブルク家は、すぐに3つの流れに分かれる。 タノニアは1729年までに断絶し、残ったシリングスフィルストの家系は、ホーエンドウエシリングスフィルスト家と、ホーエンドウエバルテンシュタイン家に分かれた。さらに分家があり、結局バルテンブルク、シリングスフィルスト、ヤクストベルク、バルテンシュタインの4、家が存続した。ホーエンドウエシリングスフィルスト家は、ラティボール工領、コレバイ工領も所有した。 1744年に、カトリック系の法塩道エシリングスフィルスト系、法塩道エバルテンシュタイン家が、1764年には、プロテスタント系諸家すなわち法塩道へエーリンゲン系、法塩道エランゲンブルク系、法塩道エインエルフィンゲン系、法塩道エキルヒベルク家がそれぞれ白からこに、昇格し、帝国諸行となった。バイエルン王国及び、ビュルテンベルク王国の創設により、 ホーエンドーエ諸公の諸領は併合され、シリングス・フィルスト家はバイエルン、ランゲンブルク家はビュルテンベルクに帰属するシュタンデスヘルとして売信化した。また、ビュルテンベルクによる支配を嫌ったインゲルフィンゲン家はプロイセン王国に仕えた。かつての諸領の一部は1973年の地方区分裁編でホーエンドーエ軍と命名された。ありがとうございます。